皆さん改めまして明けましておめでとうございます。今回の動画ではですね、新年最初となる選手のインタビューの動画を紹介させていただきたいなと思います。その、インタビューがですね、ここまで高校通算53本のホームランを打っている東海大相模の、西川亮介選手です。今回はですね、11月16日に行われました高知高校との招待試合の後に、インタビューさせていた内容を、皆様にご紹介したいと思いますので、今年大注目の選手の一人なので、皆様ぜひご覧ください。お疲れ様です。最後にいい結果が出ましたね、はい、今日の試合を振り返ってそうですね、やっぱりここぞっていうチャンスで回ってきたところで1本出なかったっていうのは、はい、まあそうですね、そこだけですね。やっぱりフォアボール2つと、まあ、選んでますけど、やっぱり今その残りの宮崎凡退っていうのが一番ダメだったと思います。当然森木君の名前は聞いてるらしいですよね、はい、どうでした、当たってみていい。やっぱりもう真っすぐのスピードもそうですけど、やっぱり変化球のスライダーの曲がり幅だったりっていうのは、はい、結構大きくていいピッチャーだなというのが分かりました。関東大会終わった中で、まあ、森君っていういいピッチャーだったと、またいい課題を選抜に向けてもらったと、はい、そこに関してはどういった、はい、そうですね、やっぱりまあ自分もそうですけど、チーム全体でもああいうピッチャーっていうのはやっぱりまあ甲子園に行ったら、まあ、たくさん出てくると思うんで、うん、まあ、そこでやっぱり初回の点数っていうのを、まあ、今回取れましたけど、まあ、もっともっとつないでホームランじゃなくてつないで取ったり、やっぱ中盤の得点というのは、はい、まあ、大きくなってくると思うので、そこでやっぱり毎回イニング、まあ、得点できればいいんじゃないかなと思います。その中で自分の持ち味をどういうふうに出していく。そうですね、やっぱり秋の大会というのはやっぱりチャンス、初回にチャンスを回ってきて返すことができたんですけど、まあ、やっぱりもっとそこの確率を上げるという、まあ、大きな大会でやっぱり、まあ、ここぞという時の一本というのはやっぱ自分の流れを持っていかないといけないと思っているので、そこが大事だと思います。個人的にも上を狙う上では大事な大会かなと思うんですけど、はいはい、どういったプレーを選抜。そうですね、やっぱり、まあ、チームの勝利に貢献できるというか、打点っていう、やっぱホームランもやっぱり長打力っていうのは自分の魅力ですけど、やっぱりまあチャンス1本というのは、はい、しっかり出したらいいなと思います。はい、ということで、西川選手今回はありがとうございました。選抜甲子園への出場も濃厚と見られてるんですけれども、現在53本のホームランもどこまで伸ばすのかというのも個人的にも非常に気になるところです。2020年の西川選手の活躍にさらに期待したいなと思います。そしてここからは余談なんですけれども、2020年からですね、私ちょっとツイッターの方を開設させていただきまして、これからですね、どんどんツイートの方をしていきたいなと思ってます。この動画のですね、概要欄の方に私のツイッターと、あと川島編集長のツイッターも載せておりますので、そちらも皆さんぜひフォローの方をお願いいたします。そしてもちろん、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。